ガルベストン級ミサイル巡洋艦はアメリカ海軍のミサイル巡洋艦の艦級。クリーブランド級系巡洋艦にダロス艦、対空ミサイルを搭載して改装した艦である。アメリカ海軍は第二次世界大戦末期より全く新しい対空兵器として艦対空ミサイルの開発に着手していた。これらのミサイルシステムはその重量、容積の大きさと これを収容できる戦隊の入手の都合から、まず対戦世代の巡洋艦を改装して搭載されることになった。まず1952年度予算で、ボルチモア90巡洋艦2隻にテリアミサイルが搭載され、ボストン級ミサイル巡洋艦として最終益した。これに続いて、1956年1957年度で予備役にあった、 クリーブランド休憩巡洋艦をもとにミサイル巡洋艦として改装することが計画された。当初計画では9隻の改装が検討されていたが、同時期に新造ミサイル艦の計画が進められていたこともあって、整備数は削減され、最終的にテリア搭載艦3隻とタロス搭載艦3隻の計6隻が改装されることになった。このうちタロス搭載艦として改装されたのが、 本級である。なお、テリア搭載艦として改装されたのが、プロビデンス級であった。基本的には、クリーブランド級の後半部を改装してタロス艦、対空ミサイルシステムを搭載した構成となっている。艦尾艦板には、マーク7モッド・0連装発射機1機が設置され、その直前の後部上下前には、アン、SPG-49 火機管製レーダー2機が、 セオい意識に設置されている。また、レーダーとして、全省に、対空捜索レーダー、中省に三次元レーダー、そしてミズンに、広角測定レーダーが設置されており、またいくつかの間では三次元レーダーと、広角測定レーダーを逆にして設置した。ガルベストンでは、艦首側の47口径十1 5に立方センチメートル連想法2機及び38、 合計 12.7cm 連想法3基は維持されていたが、リトルロック、オクラホマシティでは、さらに15.2立方センチメートル連想法1基、及び12.7センチメートル連想法2基も撤去、されて、環境構造物を拡張し、機関設備を備えた。また 40mm、20mm の基準はすべて撤去された。手法違反として、マーク34。 複方違反としてマーク三十七を備えていたが、オクラホマシティでは上部重量軽減索の一環としてマーク三十四は撤去された。完備乾板にはヘリコプター乾板が設定され、小型ヘリコプター一機を搭載できたが、格納庫は設定されていなかった。その後、1 9六十年代初頭までに q h 五十ダッシュの運用能力が付与されるとともに、 アン、SQS-23 ソナーも搭載され、対戦戦に対応した。クリーブランド級から改装された、ガルベストン級、プロビデンス級はいずれもトップヘビーの問題を抱えていたが、本級では特に深刻で、オクラホマシティでは540トン、リトルロックでは1200トンの固定バラストが搭載されたほか、 蒸気の包囲板撤去を含めて各種の重量軽減策が講じられた。ガルベストンではホッキングの問題が深刻で他の2隻に先駆けて1970年に予備役編入された。蒸気の通りホッキングの問題もあってガルベストンは早期に予備役編入されたが残り2隻は機関設備が重宝されたこともあってやや長く現役にとどまり ナンバードフリートの機関として廃された。しかし、広域防空艦としての能力は、心臓艦と比して低かったことから、これらも1979年までに運用を終了した。なお1975年の艦種分類再編の際には、リトルロックとオクラホマシティがミサイル巡洋艦に再分類されている。ありがとうございます。